東百合新そば祭りは、農事組合法人八潮そばと、東百合特産物振興会、由利本荘市観光協会東百合支部などで構成される、東百合新そば祭り実行委員会が主催するものです。この秋、東百合で収穫された新そば、はしかみわせを、多くの人に味わってもらいたいとの思いで開かれました。はしかみわせは豊かな風味と強い粘りが特徴です。会場ではこの新そばを200食限定で提供しました。そばは手打ちした十割そばを冷やがけにしたものです。訪れた人は風味豊かな新そばを味わっていました。いや、すごいコシあってて美味しかったです。つゆ美味しくて、歯ごたえあって、美味しかったです。私は初めて知ってきましたけども、こんなに美味しいと思いませんでしたね。コシがあって、食べ応えがありました。でもやっぱり新そばはちょっとやっぱ別物ですね。香りとかが全然違う、歯ごたえも違いますね。もっと食べたいですそばを提供した農事組合法人八潮そばでは、平成13年から天作田などおよそ85ヘクタールでそばを栽培しています。法人の代表であり祭りの実行委員長を務める小野さんによりますと、夏場の高温の影響により今年のそばの収穫量は例年に比べ大幅に減るものの、そば自体の香り味はいつもと変わらずに仕上がっているとのことです。また同時開催された秋の野菜山菜市では、東百合産の野菜や山菜、そば粉などを求め、開始時間前から多くの買い物客が訪れていました。新そば祭りを開催してそばの味を堪能していただきたいなというふうに思っておりますので、この後も続けていきたいというふうには思っています。東百合さんのそばはイベントが行われた八潮憩いの森センターハウスのほか、道の駅東百合の店舗でも購入できるということです。大丈夫？